しかしこの時の活躍むなしく、ルイージはまた脇役街道を突き進むことになります。名脇役ルイージが11年半ぶりに主役となって活躍するルイージマンションの新作がルイージマンション2です。何するんですか。いや最近ねちょっとこれにハマってましてね。いやオバキュームよくできてますね。便利なんですよこれ、いや今年はね、はい、ルイジの年ですからね。ルイジの年ですからね、じゃあこれを宮本さんもかぶってください。準備していただいてありがとうございます。はい、これで2人でルイージブラザーズになりました。しっくりきますよね。こうそうですね、まあ、この方がオバキューム似合います。せっかくですからルイージの年の最初を飾るルイージマンション2、宮本さんから直接紹介してもらいたいと思います。それではどうぞ。どうぞ。立体感たっぷりの本当にあるかのようなお化け屋敷の中で自分がルイージになったつもりでオバキュームでバンバン物を吸って手応えを感じてください。そしてこういたずら好きなお化けたちとゲームを楽しんでみてください。ここまでの紹介を聞いていただいて大体予測はついたと思うんですけれども、今度のルイージマンション2、お化け屋敷ということで結構ホラーなゲームなのかなと思うんですけれども、楽しいお化けたちとのコミカルなやり取りとかを中心にした陽気なホラーゲームです。立体感たっぷりの本当にあるかのようなお化け屋敷の中で自分がルイージになったつもりでオバキュームでバンバン物を吸って手応えを感じてください。そしてこういたずら好きなお化けたちとゲームを楽しんでみてください。皆さんこの帽子が気になりますよね。お分かりの通り、マリオの双子の弟ルイージの帽子です。開始直前にダイレクトの名称もルイージスペシャルとお知らせしました。